波動大戦は、橋本淳によって書かれた架空戦記である。全六艦。ある平成世界の日本で、震度7の大地震が、伊豆で発生。阪神、淡路大震災からの教訓から、住人救出のため政府はすぐさま自衛隊を、災害派遣した。近隣の陸海自衛隊は共に、ありったけの物資と資材を災害地域に持ち込み、近海を訓練航行中であった。 護衛隊軍などにも派遣命令が下った。その中には、野党党首ながらも、国土交通大臣を務める姿、地鶴の姿もあった。そんな中、地震の影響で国費裏に作られていた、原子炉圏研,研,研究室の装置が暴走。それによって、近隣地域の地方都市、伊東市と、海上自衛隊の第一護衛隊軍と、横須賀地方隊所属の全艦艇が、時空転移してしまったのだ。 そして時空転遺先は昭和18年。そこで彼らが目にしたのはちょうど9戦艦長島の姿であった。ここは平成の過去とはかなりに異なった平行世界。伊藤市民と自衛隊が見たのは海戦当初にハワイ奇襲が失敗し、その反動で大環境法主義に逆戻りした帝国海軍。サイパンを早々と喪失し B-29 の空襲の 迫り来る危機に対応できない大日本帝国の姿だった。平成世界の史実より最悪な状況の日本を根底から変えるため帝国海軍を味方につけ伊東市に視察に来ていた姿千鶴大臣は帝都東京へ乗り込みクーデターを決行。戦争遂行に障壁になりうる陸軍首脳らを拘束、国会を制圧して自身を主犯とする新政権を樹立。 新生日本が誕生した。その後、物量で攻めるアメリカ海軍を海上自衛隊のハイテク兵器と平成のテクノロジーを駆使し巻き返しを、かけサイパンの奪還に成功する。平成のテクノロジーを駆使し戦局を変えつつある、第二本帝国だが新兵器の開発、強化兵器の生産、心臓館の建造などの軍事費増大で予算不足に悩まされていた。そこで、 戦艦、武蔵をナチスドイツに売却することを思いつき、さらに、武蔵の売却金の一部で、ドイツ製陸戦兵器を購入するため、イージス艦、霧島沖艦とし、連合艦隊から、航空母艦、昇格と随格の二隻、海上自衛隊から、輸送艦、大隅と護衛艦を中心とする、移動艦隊を編成し、ドイツへと向かわせた。だが、公開途中のインド用に、 平成の過去では建造されなかったはずの戦艦、モンタナとイギリス海軍のプリンス・オブ・ウェールズと遭遇し一戦を交えて勝利を得る。しかし、サイパン奪回の報復のため米軍がサイパンに再来しついに海上自衛隊の護衛艦一隻が撃沈され、平成の人々は徐々に沿線気分が蔓延していく。戦争の早期終結と新世界秩序の構築を目指す。 姿総理は、ついに、あの兵器の使用に踏み切ってしまう。ありがとうございます。